体重血圧血糖値下げるラーメンの巻。レンチン容器にもやしと椎茸切って入れます。フライパンに水を入れ、クッキングシートを敷いて昨日漬けてあった赤身のお肉を並べます。ニンニクの芽も切って入れます。一緒に蒸します。もやしと椎茸が蒸し上がりました。チンゲン菜も蒸します。お肉とニンニクの芽が蒸し上がりました。チンゲン菜もバッチリです。ネギをスライスします。3人前の麺です。1人前を半分にします。丼をお湯で温めます。煮干し系の醤油ラーメンです。油を半分にします。麺を茹でます。スープは濃いめに作ります。お肉と野菜を並べます。野菜に味がついていないのでスープを濃いめにしました。ここで胡椒を振ります。もやしを入れてしまうともやしばかり辛くなってしまうからです。もやしはたっぷり食べます。腹持ちがいいです。椎茸はニンニク味噌で食べます。野菜、タンパク質、炭水化物の比率を4対3対3にするために、少しタンパク質が足りないので卵とチーズを加えます。今日のお昼ができました。スープに油が浮いていないようなラーメンは鶏でも醤油でもダイエットに向いていると思います。塩分は体温を上げるし元気のもとなので、取りすぎにならないように気をつければ OK です。花西はこうやって食べていたなぁと思い出してもらって、あなたとあなたの大切な人のダイエットの成功に貢献できたら嬉しいです。ここまで見てくださってありがとうございます。チャンネル登録お願いします。